なあ、俺は変わったよな。この腕がついてからってんじゃない。お前と会ってからだ。なのに俺は同じことをやっている。これからやろうとしていることだって俺がただ生きるためにしてきたこと。俺がやることなんて変わりゃしないってことなのか。そんなことないよな。お前は変わったか、俺と出会って。君だったのか。テオリアが見つめていたのは。ランはどこだ。テオリアはもう見たことを言葉にすることはないよ。なぜこんなことをした。兵隊引き連れて上に行くんじゃなかったのか。そんなこと最初から意味なんてなかったのさ。上の世界が死に絶えようとしていることくらい知っていた。テクノライズというものが人間の意識をどれだけ変えられるのかを見極めたかった。復讐こそここの人間にとって動かしやすいものだからね。それにね、僕たちはここに来させられたんじゃない。人間という寿命を終えようとしている種族はここで生まれ、そしてここへ帰ってきたんだ。ランはどこだ。テクノライズによって脳を拡張された僕は分かったんだ。このルクスこそ僕の脳の中なんだって。僕たちが人間にあってはならない遺伝子を持っているだなんて幻想だ。僕はこのルクスと交わることで遺伝子から解き放たれたんだ。僕たちは違う生き物になるためにこれから長い時を耐えるんだ。そのための姿なんだあれは。僕は誰よりも正気なのさ。それはテオーリア、僕のお姉様が一番よく知っている。でもテオーリアはもう喋らない。自分の心を自分で殺してしまった。僕の代わりになる目がもうない。何を恐れている。誰よりも正気である僕を滅ぼすことは君自身の狂気を君が認めて死ぬまで抱き続けることを示す。Into this dark.